龍河は前漢の第九代皇帝。各光に擁立されて即位するも、間もなく敗された。一般的には即位前の王帝をとって、正雄王と呼ばれる。廃帝、関廃帝とも呼ばれる。正雄愛王龍の子、武帝の孫にあたる。父の創生により、幼くして王位を継いだ。紀元前74年に、叔父の商帝が急死すると、 当時タスク制の任に当たっていた、大使は大将軍の各光の推薦により、朝帝の皇后上官氏の命で、正さから都長安に招かれ、定位についた。しかし、その道中や長安に入り、皇帝になってからの不行跡があまりにもひどいということで、各光、長安よら重心の相乗を入れた、上官皇太后の御事のりにより、在位27日で定位を剥奪され、 海倉子を4000個の領主に降格された。ただ、龍河の範囲から選定擁立までに至る動きが何かと不自然な行為があったと言われる。日本の歴史学者である西島貞だは、この事件で龍河の家臣がことごとく処罰されていることや処刑される際に、やるべきことをやらなかったために帰ってやられてしまったと嘆いた者がいたことなどから実験を握っている。 各光らを排除して、龍河の権力を確立する計画があったと推定した上で、しかしその計画が各光らに露見し、彼らによる逆空出たという事態になったのではないかと推定している。先定の密命で様子を見に行った大衆の報告によると、当時20代後半の龍河はすでに中部のため歩行が不自由だったという。 また数年後に訪問客に対する発言を咎められて4000個、13000個を削られている。33歳で死去した、龍河の死後、海倉孝の世襲は認められなかった。勘定部後支伝によると、後継ぎとして届け出た龍河の子が次々と亡くなったため、後継ぎを立てるべきでないという転移があるものとされたという。しかし、 元御門の時代に、四死の竜大僧が特例として海倉公位を継いだ。海倉公は、五冠の代まで存続したという。2011年、中華人民共和国厚生省南昇市新建区大、堤坪交官、西村さんにて、洞窟をきっかけとする緊急発掘調査の結果、竜河のものと思われる墓が発見された。2016年3月2日、厚生省政府は、 その墓が、龍河の墓であると断定した旨を発表した。海蔵公墓には、副葬品として、貴重な歴史資料が多く含まれていた。例えば、龍河の名前が刻まれた玉製の印象や、論語の遺本、孔子と、アナモン十明の図像と略伝が刻まれた、銅教、六白の寄付などが副葬されていた。商店の葬儀も済まないうちに株音力を楽しんだり、 高級の助観と陰楽にふけった。ありがとうございます。